お疲れ様です。お疲れ様です。今日も元気ですね。体調が戻ったんですよね、完璧に。めちゃめちゃ、ずっとですね、なんか、中途半端な体調だったんで、久々なんかスカッとしてますね、今日から。今日ぐらいからですね、本当にもう、もろに治ったっていう感じがするのが。いやー、今日はですね、これから、ちょっと実家にですね、これだけ届けに行こうと思ってるんですよね。こういう、まあこれ100均のウェットティッシュなんですけど、父親にこういうの買ってきてくれって言われてるんですよ。で、父親、外はあんま出ませんからね。年取ったらなんか出なくなったんですよね。めんどくさいんだと思いますよ。車もないし。免許も返納してますからね。なんかやっぱり年取ったらっていうよりもは、免許返納してから、外に出ることなくなりましたね、父親は。それも考えもんですよね。ただ、その、免許持ってたら事故して今どうなってるか分かりませんからね。人跳ねたりする可能性ありますからね。だから免許はなくて正解だと思うんですけども、80過ぎですから、父親は。だから正解なんですけど、こうやってちょっとしたものを、買いに外に出ていくことがなくなったっていうのは、どうなのかなと思いますね。本当に。まあまあ、私がいる限りは全然、買い物にこう行っていいんですけど、私が。ただ、健康っていう面では、やっぱ外出ないとダメですからね。出た方がいいと思うんですけどね。いやー、私もでもそういう風になるんでしょうね、間違いなくね。で、今54、私70ぐらいになったら免許返納しないと多分ダメですよね、今の感じで言えば。だから体力がないし、今もですね、これ前言ったかな、夜運転するときちょっと最近怖いんですよ。人が飛び出てくるんじゃないかとか、そういうのばっかり考えちゃって。だから多分あと16年後の70まで運転するっていうのはまあほぼ不可能ですね、これはね。もう多分下手したら61杯でもう運転はまずいのかもしれないですね。それはちょっと感じました。で、あれです、家計簿、ちょこっと家計簿、これやっぱいいっすね。今までですね、その会社辞める前にこういうレシートあるじゃないですか、この領収書。このレシートを、携帯で読み取って、やるマネーフォワードでしたっけ？あれはやってたんですよね。あれ、家計簿代わりにつけてたんですけれども、結局、まあまあ、すごくいいですよ。スマートフォン使って、アプリで管理するってもすごくいいんですけど、やっぱり私、昔の人間ですよ。なんかこうやって書く方が、めちゃめちゃいいんですよ。書いて、こう、時々こう見る方が、すごくわかりやすくて、なんか、家計簿つけてるなっていう気になれるんですよね。だから今後もずっとこれはしていこうかなと思ってますね。やっぱりですね、3000使いますね、これね。で、昨日はですね、ラーメン、すぐそこの、ナタっていうところのラーメン1110円。で、ダイソー770円。まあ、この770円とこれですよ。この親のこれ6つと、あとツリー関係1つですね。で、770円。あとトライアル1340円。これはですね、昨日夜納豆巻きとかそういうのちょっと買ったんですよね。で、昨日、あれあれ、何だったかな？肉野菜炒めか。残り物で作ったんですけど、で、その時にご飯炊くの面倒だと思って、で、納豆巻きとか、買ったんですよ。そのお金なんですよね。これが1340円。あと、蕎麦つゆですね。細かいこと言った。で、昨日は3220円使ってますね。やっぱり普通に生きてたら、ご飯食べるんで、3000円は使うんだなっていうのは改めて思いましたね。あと、こう、つけてたらわかるんですけど、昨日行った、そこの田舎のラーメン屋、めちゃめちゃ高いですね。替え玉が170円でしたよ。ほんと。味はちょっと薄くてですね、私に合わなかったんで、ちょっとニンニクありますかって言って、すったニンニクもらったんですよね。それ入れて、あとラーメンのタレって皆さんご存知です？福岡にはラーメンのタレっていうのが必ず置いてあるんですよ。替え玉するんで、替え玉した時にかけるんですけど、ただ私昨日ちょっと味薄かったから、その、来たラーメン、替え玉じゃないバージョンですよ。それもラーメンのタレかけて、ニンニク入れましたね。そしたらまあちょうどよくて美味しかったんで、まあいいんですけど、でも替え玉170円っていうのはびっくりしました。今まで行った中では一番高いんじゃないですかね、替え玉170円っていうのは。高くて150円でしたし、私がいつも行ってるラーメン屋、替え玉が130円かそこら辺なんですよね。値上がりして。
値上がりして130か150ぐらいなんですよ。だからあやっぱりあれここら辺の田舎に行きたい行動下手したらラーメン高いなと思いましたね。やっぱりお客さん入りませんからね。それはすごく感じました。まあいずれにしてもこういう家計簿つけるっていうのはすごくプラスですよね。あと血圧計もつけてて、あのかなり高いんでこれも薬もらおうかなっていう感じではいます。あとですね、今日ちょっとこれ皆さんにお知らせしたいことがあるんですよね。南林間の方に、まあまあ神奈川県ですよね。南林間って言っても多分わからないですね、皆さんね。私もわからないですもん。南林間とか中央林間って言われても、神奈川の南林間に、この、私の YouTube のこのメンバーでもあり、で、2、3回飲み会に来てくれた、福岡にも来てくれた女性がいるんですよね。その女性がですね、その、焼き芋屋、開店してるんですよ。その南林間っていう場所に。これ前紹介したんですけど、焼き芋アキナっていう店なんですよね。で、この店本当に焼き芋美味しいんですよ。っていうのもですね、その店主の女性は福岡に来た時に、私このプリウスに乗っけて、新しくできたこの近くに焼き芋屋さんがあるんですよね。そこ一緒に行って、何個か物買って実際食べたんですよ。そしたらですね、この焼き芋アキナの焼き芋と比べたら、まあ、美味しくないとは言わないですよ。絶対そんな言っちゃまずいんですけど、まあ、焼き芋アキナの方が、比べたら明らかに甘くて美味しいっていう感じだったんですよね。で、まあ、ここの焼き芋屋の方もすごい自信持ってたんで、それはそれなりに美味しいし、あえて甘さを控えてるのかもしれないんですけど、まあ、私はこれ焼き芋アキナの方がめちゃめちゃ美味しいなっていう感じはしたんですよ。これ、ひいき目じゃなくて。で、この焼き芋アキナがですね、実はですね、明日、1月20日ですね。で、まあ、これ、あるんですけど、こう、11時半から、これちょっと上げておきますね。もやもやサマーズ2に出るんですよね。テレビ。これすごいですよね。だってこれ、開業して何年なんだろう。だって、2年は経ってないと思うんだけどな。1年経ってんのかな。私、感覚が今ちょっとわかんないんで。1年は経ってるか。まあ、2年は経ってないと思うんだけどな。で、あれですよね。まあ、いずれにしても、当店が出ますっていうことで、インスタで紹介してるんですよ。で、ぜひもし、皆さん、見てくださいよ。1月20日の土曜日、朝の11時半からテレビ東京ですね。で、テレビ東京だから、私の場合は九州だから、テレキューとかいう番組、放送局になるんですよね。だから、この11時半にやるかどうかわからないんですよ。ただ、そのやらなくてもですね、TVer ってあるじゃないですか。見逃し配信。これ無料ですもんね。だからこれで見ることができるので、まあぜひ、もやもやサマーズ2見ていただきたいと思います。まあこれ店主のね、女性の方も顔出ししてると思うんですよね。まあっていうかテレビなんか多分してますよね。すごくなんか優しい性格のいい女性なんで、まあそれ見る価値はありますよ。価値あるかとかわかんないですけどね。優しいから見る価値あるっていうのもおかしいですからね。でもまあ、本当に、これを見て、またお客さんが増えて、忙しくなるんだろうなっていう風なのは、ちょっと、やっぱ嬉しいですよね。仲間として、すごく嬉しいですね。こうやって、どんどん成功していったら、素晴らしいんですけど、一方で私みたいに、自販機の企業をやって、で、もう辞めて、全く何もしてないっていう、そういう、ダメ人間もいますからね。それを考えたら正反対ですよね。その、焼き芋アキナ、店主が立ち上げるときに、まだ店オープンしてないときですよ。夢を語ってたんですよね、居酒屋で。みんな飲んでるときに。で、それからオープンして、あれよあれよという間に、店舗が立って、スタートして、で、ね、もやもやサマーズ出演ですもんね。で、その前として地元知事に、市に取り上げられたりいろいろしてますからね。だからやっぱりすごいなと思いますよ、行動力ある人は。で、そういう行動力のある人が起業に成功するんでしょうね。で、起業に向いてるんでしょうね。私なんかは行動力ないですから、ほんと、めんどくさがり屋だし、だからダメなんですよ。私はもうバリバリサラリーマン向きなんですよ。これサラリーマンを否定するわけじゃないですけど、私もだってずっとサラリーマンですからね、ベースが。だったので、
で、私はサラリーマン的仕事しかできないんですよね。与えられた仕事に対して、まあ自分でプラスアルファしていくっていうのはできますけど、で、あと、ベースとして顧客があって、そこの顧客をもうちょっと、売り上げを上げるっていうのは自信あるんですけれども、ただ新規開拓していって、ゼロからこうやって焼き芋屋みたいに作り上げるっていうのは、まさにそれが起業ですけれども、私には向いてないんでしょうね。それすごく感じますね。かといってこれ起業はやめてるわけじゃないんで、よくというか時々コメントもらうんですよ。起業はどうなってんですかとか、やめてるとか諦めてるわけではないので、だからまあ、いろいろ考えて自分がやりたくなったらやろうっていう感じなんですよね。本当に。やっぱお金との関係がありますから、私の場合は。このままずっと、この犬と一緒に生活してやっていけるとは思ってないので、だったらどっかで勝負をかけろっていうふうに思ってないんですよ。勝負かけたら、ね、失敗する確率の方が7割、8割あるじゃないですか、企業って。変な話、3年以内に9割方失敗しますよね。だからそれを考えたらですね、リスクしかないんで、リスクを取るのもどうかなっていう考えが強いんですよ。だからかなり慎重になって動いてないっていうのありますね。だからこそ自分は企業に向いてないっていうのは改めて思いましたね。で、今回この焼き芋アキラの、焼き芋アキラがもやもやさまず出るとか、で、焼き芋アキラがどんどんこう、成功していく過程を見ていったら、やっぱり自分にはできないなと思いますね。だから、まあ向いてないんだろうなっていうのを改めて感じることになったので、それはそれでいい勉強ですね。まあ本日は以上です。ニコがすごくなんかもう、話長えよっていう顔、いつも長いですからね、私ね。長えよっていう顔するんですよ、もう最近。こっちこっち見て。ねえ、ごめんね。っていう感じですね。本当に。明日ぜひ、皆さん見てくださいよ。ぜひよろしくお願いします。もやもやサマーズ2ですね。11時半から。じゃあすいません。失礼します。